はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガールズピックアップガチャを引いていきたいと思います。バナーキャラはカオルちゃん、レンちゃん、エクちゃん、ハルカちゃんの、4キャラですね。で、自分の目的はもう完全にハルカちゃんになりますと。で、あとガールズピックアップガチャなので女の子のみ出現ということで、一応出現割合の方を見てみたら、限定キャラもちょいちょい混じってますね。サナちゃんとか、あとは新島ちゃんとか、立川とかも入ってるんで、まあ、ここら辺も出てくれればいいかな。通常の新島ちゃんはプラ5だけど、サンバ新島ちゃんはまだ、プラいくつかだったんで、で立川もねまだ上がりきってないし、まあ、そういうところで、ちょいちょい解放できていければと思います。で、バナーキャラが出る40連まで引いていきます。タンガチャの方は、1回目のみ PR 確定ということで、まずは例によってこちらから。金の玉はね、うん、エクちゃん OK。 では10連、ここは SR1 枚確定と、まあ、PSR の確率はね上がらないんでね、そこがちょっと厳しいところかな。まあ俺基本的には確定を逃すとそれ以外は引かないんだけどね。で、レンちゃんですね。レンちゃん、うん、レンちゃんはねイベントとかでね結構使いやすいキャラで、いける時が多いので、まあ、持ってて損はないですね。頻繁に使うかって言われたらそうじゃないんですけれども、20連目いきましょう。ここも SR1 枚確定と。まあ、やっぱり最近はね確定がだいぶ多くなってきましたよね。おー、出た出た出た、よしよしよし、はるかちゃん確保。お、 PR もゲット。まだねその2軍とかも含めて独身術持ちがね揃ってるわけじゃないんで、1軍はねもう大体独身術で揃えたんですけど、今飛距離くんがね、あるんで独身術あるとほんと楽。じゃあ30連目、ここはバナーから出るのか、まあやりましょう。あ、虹が出たけど、このあとこのあと、うん、ない。そして安定の1枚だな。カオルちゃんはもうねプラゴを持ってるんだよね。ここはカオルちゃんばっかり出てくんな。カオルちゃんはもう PSR を取らないとね。じゃあ40連目、これでラストになりますと。まあ、はるかちゃんがね手に入ったからそれだけでもよしですね。安定の1枚だな本当に。でカオルちゃん、カオルちゃんとかプラゴを2枚作れるんじゃないかっていう勢いなんだよね。まあ、はるかちゃんの PR が出てくれてますというところで、まあ、ガチャ自体はねこれで終了なんですけれども、まあ、ちょっと全然、いや全然でもないんだけど話は変わるんですけど、今パワプロアプリの方で人気投票やってるじゃないですか。で、人気投票で1位になったら別バージョン作るよっていうのがあるんですけれども、まあ、思うのがやっぱりそもそもの強キャラが別バージョンになったところでなんか大してね違いはないと思うんですよ。まあ、虹谷とかもね今回別バージョン出ましたけれども、じゃあ通常の虹谷と比べて明らかに強いかって言われると、まあ、そういう感じではなくて、まあ、使い分けるっていうところですよね。なので基本的には固有を持ってないキャラで人気のキャラが選ばれるのがね結構いいと思うんですよね。まあ、雷とかもねもともとは
固有持ってなくて、まあ、こいつはもうあの別バージョンがアプリの方では出てて固有がついてるんですけれども、こういうね人気キャラ、ノーミさんとかね別バージョン出たら面白いよねと思うんですけどね。でも大体じゃあ今アプリの方で人気といえば、まあ、野手でいくと佐伯さんとかなんですけれども、じゃあ佐伯さんの別バージョンが仮に出たとして、今の佐伯さんより強くなるかって言われたら逆に使いづらくなるんじゃないかってちょっと思うんですよね。まあ、その最たる例がやっぱり角田の別バージョン、角田の別バージョンがじゃあ角田より強いかって言われると、俺は普通の角田の方がなんか使いやすい気がするんですよね。もともと固有35から固有40になっちゃってるんで、そういうとこも含めるとね、やっぱあれはね微妙でしたよね。まあそういうところ考えていくと、まあ面白そうなキャラ滝本とかね、まあ覚醒が入ってはいるんですけれども、完全にテーブルを変えてさらに固有つければ結構ね滝本も人気なキャラだとは思うんですよね。コツが優秀だし、滝本とかね俺来てくれるといいんですけどね。あと指導さんね、指導さんもエプロン指導さんがいるんですけれども、これは完全に良くなりましたよね。あの固有がついてるんでエプロン指導さんは、まあ、ちょっと金徳がね不確定で、まあ、スイープっていう若干臨床ポイントが重めなやつではあるんですけれども、指導さんはだから別バージョン作って全然正解のキャラですよね。あとねここら辺の北雪組もね、北雪組も浴衣バージョンのテーブルで固有がついたりすると結構面白いんじゃないかなと、思ってますというところで、まあ、まだねあのチケットの方何にも使ってないんですけど、あとそんな今排出停止になってるキャラの別バージョンみたいな、あれはもう完全になんかどうなるんだろうっていうところですよね。もうあいつらテーブル変えないとそもそも使い物にならないと思うんで、テーブルとイベントをなんか総特化しなきゃもうダメなんじゃんっていう感じだから、どこまで入れ替えてくるかはまあ謎ですけれども、まあ、ちょっとねガチャの方が早く終わったんで、まあ、今のねパワープロ総選挙的なやつに思うことについてちょっと語ってみましたと。俺の希望としては人気のあるキャラで固有のついてないキャラが選ばれると、いいんじゃないかなというところで、今回はこれで終了したいと思います。あと飛距離くんね、どれくらい走りますかってちょっと言われてますけど、そっちも話す、あの多分全然走んないと思います。今4周目とかで、多分ショップのアイテムを交換し終わったらもうほぼあの終わりにしちゃうと思うんで、で飛距離くんのいわゆるチケットのキャラクターがね、もう絶対これ欲しいっていうキャラが別にいないんで、この中でしょ。でこの中の選択権でじゃあ仮に選ぶとしたら誰って言ったら、まあ通常みやびちゃんで、まあ解放していくっていうところだよね。まあ、これがね、例えば振袖みやびちゃんとかが入ってれば、PSR の振袖みやびちゃん選択権でみたいなのはね、かなり熱そうではあるんだけど、まあ、友沢とかもね、通常バージョンだからね、まあ、解放用にっていうところではあるんですけれども、まあ俺、みやびちゃんとか、まあ、まとももプラゴにはなってるんで、この中でも走ってまで欲しいかって言われるとそうではないというところですね。あとちょいちょいさ、なんか初野っていろんなところでぶっ込んでくるよねえ、初野いるのっていうイベントちょっと多くないっすかそうガチャの内容とかもそうなんだけど、ミキサーのガチャとかもそうなんだけどなんかちょいちょい初野をぶっ込んでくるような気がしますというところで、あ、鈴木ね、鈴木もなんかだからさ、固有とかつくと面白そうだよねっていうところですまあそんな感じで、ちょっと最後の方ね、尺つなぎでだいぶ時間を稼ぎましたけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。あ、皆様の意見もコメントとかでいただけたら嬉しいです。それではまた。